あ、まあ、続編があるから、あれから行く、その、前さ、カニやったじゃん。ヤシガニの。なんか前回は、そもそも、まあ、その触覚が、まあ、ちょっと取れそうなんですを、まず認めてもらえるのかどうかっていうとこだけだったのね、問題点って。で、あ、これはじゃあもう不良品ってことで、返金するための処理メールが来たと。こっから問題がまた発生してて、その向こうが返すお金が7700円って書いてあったの。でも俺もはやもう半年前の注文だから、7700円について何も思わなかったの。で、たまたまそのクレジットカードの引き落としも見たから、クレジットカードの引き落としは8360円ってあったから、あれなんか違うじゃんってなって、これ一致しなきゃおかしいじゃん。クレジットカードから引き落とされてる額がズレがあるから。っていうので、ああ、これはもしかするとこいつら送料抜きの値段。定価なの。商品の定価が7700円なの。で、だから7700円の返金処理になってて、そこで初めて、あれ？これおかしい。不良品ってなったんだったら、そっくり返してほしい。ってか、返すべきだ。っていうことを言ったら、なんと、それできないと。いう、そういうまさかのメールが返ってきて、これです。返ってきたメールそのまま読むと、弊社都合を申し上げて恐縮ではございますが、ご返金について、当商品に限らず、弊社希望小売価格を超える金額や、購入時に発生した送料や手数料のご返金は、ご容赦いただいております。すごいでしょ？これ普通にマジでバンダイから返ってきたメールなの。で、俺のこのケース、660円がただ消えて、何も残らない。ある？そんな、世の中にそんなことってないよね、多分。じゃあ当社で送ってきたものを調べた結果、これはうん。B 品、ダメな品物じゃなくて、これは完璧品ですって言うなら、それで完璧品です、でもいらないんですね、クーリングオフするんですねってなったら、送料はお客さんでご負担くださいっていうのは分かるんだけど、さあ、わそかっる。ちでダメだって認めたんだよね。そこが大きいんだよ。なのに、それはもう送って、送料だけいただくって、なんかそれ詐欺できそうじゃない？なんか。こいつらのスタンスって、そもそもは、なんか商品に問題がありました。あ、わかりました。じゃあ、替えを送りますよ、みたいな。そういう集団なのよ。そういう手段。そういう癖のある。そういう理念のこと。その偽花、ね、魔王カマキリの時も、もう折れてます。はい、送ります。みたいな。で、今回は、だから、それが、奴らはできなかったと。その必殺技が。もう、苦肉の策ですよ。あいつらからすれば、返金処理なんかしたくないわけよね。ご容赦くださいと。容赦しねえよっていう言葉よく聞くけどさ、まさにそれ、その時だよね。そう、容赦しねえからなはよく聞くのよ。容赦を頼まれたこと俺もねえから、あ、ここで使うんだみたいなことっていう。それ使えるやつじゃ、初めて使うんじゃ、容赦しないぞって。さすがに怖と思って。そうだよね、もう通じないって怖いよね。そんなことないじゃない。なんか、普通に通販買って悪いもん届けて、向こうも悪いもんでしたって認めて、そうそうそう。金返すわ、つって。でも、結果660円は損したままって、絶対状態としてありえないじゃない、その状態が。ああ、よかった、660円だけ損したってないじゃん。で、一番だからそこがストレスすごかったのが、もう、これどうしよう、もう裁判しかないのかと。裁判面倒とか思って、裁判のこととか調べたりとかさ、でしてて、まあ、とりあえず、なんかもっと根拠ねえのかなって思って、バンダイのね、その販売サイト、プレミアムバンダイの特定商品取引法に基づく表示っていうページがあったのね。ちゃんとね、その販売の。そこには、不良品等についてっていう項目があって、で、そこにはね、お届けした商品に不良、商品違い、または数量不足等があった場合には、健やかに交換等の対応をさせていただきます。括弧、送料、手数料、当店負担と。もうここにこれがもう掲げられてんのよ。ええー、って思って、だからそれをもう送ったわけよね。で、送って帰ってきたのが、ちょっと今、問い合わせ中ですので、誰にで？そう、そこなのよ。お前らバンダイじゃねえんだと思って。で、問い合わせ中ですので、とりあえず、この間送った7700円のその返金の処理みたいなやつは、ちょっとやらないでと。まだ帰ってきてないの？俺ね、その処理、オンライン処理みたいなのを、その返金処理をやらなかったの。7700円
その時にあれと思ったから、うん、その処理をしなかったのよ。処理をこっちでしないとかあるんだ。そう、こっちでシステムに入れと、返金処理システムに URL 送るからみたいなこと言ってきて、で それをまだ俺は止めてるのよ。現在確認してるので、確認ができちゃ連絡すると。だから今のオンライン返金の手続きはちょっと待っててくれと。うん、ちょっと俺一回それ置いといて無視したの。俺ももうなんとなく疲れたの、それで。もうほっとしたのがね、なんか、あ、こいつらそうだよねっていう、もう知らねえでやってんだっていう。 俺全然ほっとしなかったんだけど、見てて。会社の総力を上げて送料は返さないって言ってるわけじゃねえんだって安心したのよ。ああ、そういうことね。そうか、やっぱりお前らの中で、お前らの数名で勝手に言い張ってたんだねっていう。うん、そうだよね、聞くよね、ぜひ聞いてくださいと。そしたら向こうからなんか金曜日電話来て、あともう一点言われてたのが、なんか替えの商品が来ましたみたいなこと。もうそこにお客さんが触れてない時点でもうそこに言及すんなよって感じだよ。欲しいでしょっていう、やっぱり自信もあるんじゃない、さぞ。うん、まずだからその点自体はとりあえず触れずに、うん、まず、ごめんなさい、あなた方ってバンダイってことでいいんですかって聞いたら、あ、そうですと。この送料を返すか返さないかってまだ決まってないんですかって言ったら、ちょっと今確認中ですっていうの。うん、そんなことあるって、え、同じ会社なんすよねと。あ、ちょっとうちは販売事業部、そのちょっと組織の話しだしてさ、うん、だとしてもよ。で、逆にお前らは送料と手数料に返する権限を持ってないのに、それを抜いた額を返そうとしてるっていうのもすごいよねっていうのがあって、うん、確かに、うん、そしたら何つってた。そう、僕は申し訳ない、なんか、ぐうの音も出ないっていう感じ、うん、ちょっと弱めでさ。もっともだよな、それ、本当。それは本当にもうガバナンスの問題だと思うんで、と俺も言っちゃってさ。説教タイム。で、まあなんか、それで、さらに俺はやっぱり、俺、人と喋りたいからさ、言っても。めんどくせえさ。ですね、多分おもちゃを買う趣味があるか分からないですけど、僕の身だったらどう思います？なんか、例えば通販で物買いました、不要品来ました。返しました660円だけ損するってありますって。そしたら、いや、そうですね、それはまあ私も自分のことで考えるとまあありえないと思いますねって言ったのよ。あ、そう、うん、それはそうじゃない、それさ、いや、ありえますねって。あ、俺その世界知らないのよ。まあお互いに住むパラレルワールドではないね、お互いに住む世界線が一緒だって確認をして、まずで、さらにはこうも言ったのよ。だってごめんなさいね、僕これクレームだと思ってなくてって。伊集院から伝え、僕これクレーマーみたいになってますけど、あ、いやいや、そうは思ってないですっていう、結構食い気味でしたけど。で、なので、とにかく僕はこのバンダイさんって大きい会社ですしね、組織としてこの送料についてどう考えてるかっていうのはすごい重要なんで、待つんで、うん、もう待ちますので、また連絡ください、よろしくお願いしますって終わったの。え、じゃあ結局なんかとりあえず謝罪の電話みたいな感じだったんだ。様子伺いじゃない、こいつどっちやねんと。代わりの屋敷に送るで済むんか、それとも、うん、なんか。あ、じゃあそれで決まったんだね。あ、こいつはもう送るじゃダメな人だってことを確定する。そう。でね、まあその屋敷にもすごく僕、欲しくていいものだと思ってるんですけども、うん、あなた方最初、替えの商品しばらくないって言ってたんですよ。うん、で、なんで工場から上がってくる生産ラインとか情報をね、たかだかまだ2週間とかで、その目処が立ってたら替えの商品で終わったじゃないですか。おそらくポッと湧いて出てきたやつですよね、うん、つまり僕みたいなのから帰ってきたやつですよねって言ったら、なんか慌てて、あ、いやいや、これはその工場のそのなんか不良品対応用のやつですか、言うの。え、じゃあ最初からあるじゃん。そうなの。だから、いや、まあちょっとそこは信用できないですねぐらいちょっと終わらせたの、そこは。やんわりとそれについては、まあまあとにかくそれはそうと、送料の問題を解決したいと、うん、いうので終わらせたのよ、うん。で、今じゃあ、目下確認中ってことなんだ、あっちの言い草で言うと。そう、まあ、ありえないよね、こんなにかかることって。考えられるのは、おそらく問い合わせ中も俺、嘘だと思うんだよね、なんか、怒られるんだと思うの。何を怒られるの？不良品を送ったこと。あらゆる連鎖じゃない？不良品を送ったことはいいと。でもその後に、替えの商品がなかったこととか。うん、うん。多分、返金処理とか、よっぽどなんだと思うんだよね、彼らは。うん。で、その返金処理をしたこととか、で、ましてや返金処理を間違えたこと。うん。で、ましてや、それで、それで容赦しろと言ったこと。うん。これが、しかるべき、ちゃんとしたバンダイの上の方に出たときに、え、
お前らそんなことしたのみたいな。あ、そういうのを、だからもう腹くくってんじゃない、やべえ、あの客はもうごまかせねえから、もうちょっと会社の上に上げるしかねえと。で、これ、俺が思うにはね、こういう人いっぱいいるんじゃないかなって、その俺はたまたまうるさいタイプだから、うん、けど、普通の人だったら、まあ、よし、走ってやろうかみたいな、なんか、なんか不良品送られてきて返して、なんか送料容赦って言ってるから、まあまあ、いっかみたいな人がこれまでいっぱいいたら、でもそれ全部返金するってなったら、俺すごい額だと思うのよ。うん。重大なことだと思うの、これをもし認めたら。うん、俺言うしね、俺コンテンツにするからね。で、多分、だから、俺がもしこれで、あ、間違ってました、すいません、送料とかそっくり返しますって来たケースになるとするじゃん。うん。で、これを、俺がウェブで言うじゃん。うん。で、YouTube で言ったら、そのさ、今まで、あれ、俺も返品したけど、帰ってきてるやつは多分すげえいると思うのよ。これは大変なことだよ。でもそれはもう期間が過ぎちゃってるやつは無理なんじゃない？でもそもそも不正に返してないお金に関してそんなこと言う権利ないよね。不正に返してない。本来だったら送料を返すべきケースでしょ、うん、俺は。相手に不良品送りました。返金処理します。だけど、手数料、送料は返さないですよっていうのをやってきたわけじゃん、ずっと彼らは。俺にやってきたよ。うん。で、俺がこの度そこをちょっと待ってと。うん。おかしいよねって言って。うん。で、あ、おかしかったですつって正しい額で俺に返すとするじゃん。うん。ってことは、俺以前の人って全部その送料返してないんだよねっていう。うんうん。それは遡ってでも返すべきことじゃないっていう。まあ、あれでしょ？道徳的な話でしょ、それは。いやー、どうなの？それ道徳だけなのかな？法律的に無理じゃない？もし1年前とかの。ほら、グッドエルとかさ、昔日雇いバイトが不正に払ってた金を全部返したんだよ、一気に。ああ、なんかその事件知ってる気がする。あるでしょ。不正に1個の作業につき200円の保険料を取って、これは不正だってなったら、遡って全部返すってことになったのよ。ああ、だからそういうふうになったらじゃない。組織的な犯罪だってなったら、うん、国からそういう指示とか出たりしたら。そうね。ただ、もし俺だったら、例えば1年後にこのケース同じこと言った人いたら、俺言うけどね、バンダイにね、あのメールの証拠もあって、この時はご容赦くださいって言われてたんですけど、これご容赦しなくてよかったやつですよねって言ったら、もうちょっともう過ぎてますんで、みたいな。もう1年前なんで無効です、みたいな感じで来るってことだよね。もう過ぎたことで、みたいな。え、来そう。やばいね。なんかもう一個もし盛り上がるなら、会社として払わなくていいってことになりましただったら、もうマジで裁判しかねえっていう。ね。初裁判これかっていう。消費者なんとかってあるけど、あれどうなのかな、意味あんのかね。各行政なんだよね。神奈川県だと俺は神奈川県に言うんだよね。なんか買収されてそうだよな、そういう大手に。あれだ、だからなんか俺みたいなことができない人が多分やるんでしょ、きっと。ああ、そういうことか。俺の代理でしょ。それ消費者庁にやったら、あ、それも全部うちでやることやっちゃってますねって言われちゃう。そう、あと箔がつくかつかないかじゃん。だからなんか俺が言えばいいんだよね。消費者庁ですけどって言えばいいんだけど。バンダイってもっとなんかいい会社だと思ってた、勝手に。その縦割りっていうか、まあね、もう斉藤さんが前から買ってるそのシリーズ、うん、何図鑑シリーズだっけ、昆虫生き物大図鑑、生き物大図鑑のシリーズを買ってるのが特定のこいつだっていうのもデータで絶対持ってるはずじゃん。この人にちゃんとサービスしてれば、この人はシリーズ出すたび買うだろうって予測つくよね。うんうん。そしたら余裕で回収ペイできちゃうよねっていうか、普通に太客っていうかさ、いい客だと思ってさ、いやらしい言い方すると、どんどん金を引っ張れそうだって思うわけじゃん。うん、そいつにさ、660円払わないでさ、もうその、それ未来のその利益がもうなくなるわけじゃん。完全に閉ざされるわけじゃん。うん、ちょっと俺も嫌だもん。もう信用ならないもんね。うん、買いたくないよね。そうだね。そんなことするんだって、何ターンも時間使ったり、メール出せたりするんならさ、うん、660円がどれだけ安いかってさ、単純に思わねえのかなっていう。そう。で、彼らにとっても、俺にとっても、多分もはや660円どうでもいいんだよね。なんか、そうだね。うん。もう、660円という名の、なんかこの、なんだろうね、プライドじゃない、なんか、権利。俺の権利を守ってる。なんか、どっち、なんか認める、認めないみたいな話だよね。そうそうそう。そう、1円でもいいわけよ、俺はね。そう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 。1円を返す、返さないと、もうそれぐらいの感じになってて。うん。まあ、ちょっと続報がまた。
メール読みます。お手数をかけて申し上げられませんと。また返答までお日にちをいただいてしまったこと重ねてお詫び申し上げますと。で、ご対応につきましてご案内いたします。ここもこ、なんつうの、結果発表で、ここからね。8360円で返金しますと。おう。で、問題なのが、多分このバンダイのオンラインは、こういう形で送料を今までご容赦していただいてたと思うんで、他のお客さんには。うんうん、もしね、これを言って、そういう風に言ったらさ、え、俺も返してもらえんじゃないってなると思うんだけど、多分前回止まってんのは、2択を用意してもらったと、返金もちゃんと送料手数料を込みのものも返せますし、あの代わりのヤシガニもありますっていう、うんうん、まあ、しかもその返金の場合はなんかもうそのシステムとかじゃなくてちゃんと現金書き留めで送りますと、うん、ではちゃんとなんだろう、そっち側に問題があるときの対応の返金みたいな。うん。そうだよね、そりゃ、みたいな。うん。で、だから俺からすれば、もう俺はもう、よしよし。で、そっから考えたの、冷静に。で、あ、でもこんなにいろいろあったし、で、ヤシガニもらおう、ヤシガニ買おうと思って。どういうこと足し買おう、足し買わないなら行く、すんなりいくけど、足し買おうってなんか分かんないね。こいつ、こんなにね、送料だ、手数料って揉めたのに、結果返金ちゃうんかいの方がいいかなと思って。あ、逆、あっちから、あっちをね、そうそうそう。で、翻弄させるには。そう。で、それで、そっから、俺もう何もないと思ったのよ。いや、何もないって思うでしょ。思うでしょ。もうやりようないじゃんと。びっくりしたね、もう。こう最初開けたら、開けてすぐ、もう、開けてすぐこれだけっていう。まあ、プチプチ巻いてあるけどね。え、それは折れてなかったの、触覚。これは、ね、折れてなかったね。さすがに。え、それだけ？最初これだけ来たのよ。え、説明書とか入ってないの、なんかいろいろなんか。だからそう、これ俺が返した時って、ちゃんとその豪華なパッケージ、すごいちゃんとしっかりしたパッケージがあるのよ、これって。それと何が入ってんの、本当は。豪華なパッケージと、いや、それと。なんかパッケージがね、1パッケージとこれだけなんだけど。あ、そうなんだ。で、そのパッケージが折りたたみ式になってて、そこにいろんなこう、うんちくが書いてあるわけよ、ヤシガニとか。見せてもらったから分かるよ。関節がすごい曲がりますみたいなこととか書いてあって、で、そういう方法はまだあるんだと思って。マジめんどくせえやつだよ。マジだるすぎじゃねえと思って、俺。ピエーと思って、で、おい、ってか、でもなんか俺の中で思ったら、こいつらは一回、手数料と返、その送料を返すとこもあって、なおかつそれも用意して、俺に、金をちゃんと返すって言って、あとどっち選ぶかは俺の自由で、で、まさかの俺が、やっぱヤシガニよこせって言ったんだから、なんかあいつらからすれば、なんかしてやろうって気はねえだろうって、俺の中でちょっと思ったのよ、もうもはや。うん、でなんかそこはなんだかね、でだから単純にもうドジなんだろうなと思ったの。ね。で、だから、でもそのドジなんだろうな、ああ、すいませんっていう保証もね、こいつらならっていう、うわ、腹立つわーと思って、でも、この状況写真で撮って、箱も、うん、箱とかね、そっくりそのまま返したんで、うん、こっちはね、うん、ちゃんと現状で戻してくださいって言って、そしたら、うん、月曜日かなんかに多分メール見たんで、もうすぐ来た。月曜日にメール見て、すいません。でもね、そのすいませんもちょっと甘いんだよね。そのメール、それなんて返ってくるのかすごい気になる、そのメール。ちょっと待って、ね。それなんて返すの？いや、あれとはだからその辺弱いぞ、なんか。うっかりしてましたのか。そう、なんかね、そう、確かに俺もさ、もうなんかもういっぱい聞きたいけどね、ちょっといい、聞いていいって、何が起きたって、誰とかって、誰が最初やったとか、すげえ聞きたいけど、結構もうさ、まあもうダメな、ダメ、なんか、なんていうの、ちょっと見限るっていうか、こいつらダメだみたいな、っていうのあって。でもね、誤りもね、なんかね、そもそもこれが来た時にさ、このね、こいつだけ来た時に、もうすごいなんかさ、箱なしね、箱なしで来た時に、中身だけ来た時に、この度は度重なるご迷惑をおかけいたしましたことに、深くお詫び申し上げます。お取り替えの品を送らせていただきますので、お受け取りください。今後はこのようなことのないよう、より一層の注意と管理の徹底に努めてまいりますので、ご容赦のほどお願い申し上げます。出た。ここにさ、これを言ってるそばから、これをよいしょって
いや、これもルソバからやらかして、よいしょって入れたやつがもう箱に入ってないので、もう気づけっていう。そんな、ていうかさ、最後なんだからさ、なんかもう2段階ぐらいチェックしろよな。そうなのよ、もうすごいなと思って。で、え、それどうしたの。で、それで箱がない。早速からあり、え、早速ケースがありましたって返した。そんなね、こっちもね、そんなね、もうそんな気にならないのよ。もう本当に、ああっていう、だりーなって感じ。もう言うのもめんどくせえけど、まあでも、それはね、もういるしと思って。うん、で、それできたのが、お送りしまし、またいろいろ、まあなんだ、お手数おかけしておりますこと、お詫び申し上げます。またもう詫びてばっかりよ、本当、うん。で、お送りしました品に不足があったとのことで、たび重なるご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。配送部門に詳細の確認いたしました。不足しておりましたパッケージをお送りいたしますみたいな。でね、ここのぐらいで空き箱だけ送ってくるのかとか思って。じゃ何があの、他に、じゃいや、なんかさ、お前んとこ、俺が好きそうなおもちゃ知ってるよねっていう。最後に言うくばやったじゃん。あれ、好きだったなーって匂わせた。そうね、あれ、ちょっと買えなかったやつがあるんですよね、あの、みたいな。独り言です。あれがなかなかガチャ当てて出てこなかったなーみたいな。いや、だからなんかもうさすがに、もう空き箱、俺がワンチャン思ったのは、なんかもう中身もあるものを送ってくるみたいなさ。逆にもう一回間違えるっていうね。いい間違えを今度はしろよ。そうだね、いい間違いしたっていいもんね。もう本当に空き箱だけ。いやー、まあ、もうようやくそれで、やっと終わったって感じ。本当にこれでもう完結したんだね。うん、そうだね。